3号線上り方向から見た大橋ジャイクション大橋ジャイクション外観大橋ジャンクション上部にある目黒天空庭園地図大橋ジャンクションの空中写真国土交通省国土画像情報をもとに作成大橋ジャンクションは東京都目黒区大橋にある首都高速道路3号渋谷線と中央環状線を結ぶジャンクションである当地には1969年まで 東急玉川線大橋車庫が設置されていた。東急玉川線の廃止後は、東急バス大橋営業所となったが、2002年に廃止された。2010年3月28日に、中央環状新宿線の全通により、部分的に供用を開始した。残る品川線区間の o 井 j c t 大橋 JCT 間は2015年3月7日に、 供用開始した。旧山手通りの地下を走っている中央、環状線からの連絡線がループを描き3号、渋谷線の上まで登り、そこで都心方面、東名方面に分岐し3号渋谷線の本線に取り付く。ループの両端につながる3号渋谷線、中央環状線とは上下、内外全員4方面に接続する。中央環状新宿線のジャンクション群の中で、 土地の制約上一部方面の連絡がない熊野町、西新宿両ジャンクションと違い、全方面への接続を確保できたのは、連絡線を一個の螺旋にまとめたループ部分によるところが大きい。ループ部分には広大な土地が必要であるが、その見返りとして、ループに隣接した敷地に、東京都が再開発事業主体となり、超高層ビル型のタワーマンション二棟と、 公共施設の開発を不動産デベロッパーと共同で行う。建設敷地は約2万5000平方メートルである。再開発敷地には、まず27階建てのタワーマンション、プリズムタワーが2009年1月に竣工し、42階建てのタワーマンション、クロスウェアタワーが2013年1月に竣工した。ループ部分は、 国立霞ヶ丘競技場ほどの広大なもので、騒音対策のため4層ループのトンネル構造となっている。また排気ガス対策のため、ループの内側部分には換気所が設けられる。ループ内は急勾配、急カーブのため、ジャンクション内の制限速度を時速 40km に設定すること、外観が見えないループで方向間隔がわかりにくくなることから、 行き先を色で示すように路面に塗装する工夫がされている。外観はコロッセオのイメージが一部に取り入れられている。ループの屋上部分は公園として緑化され、周囲のマンションと直結したメグロ天空庭園として整備されている。2007年5月16日、首都高速道路はジャンクション建設の施行者を狭間に決定した。 総合評価落札方式の入札で決定したもので、落札価格は約116億円であった。今回は一次審査で3社に絞り込み、二次審査で最終的に落札者を決定する二段階方式を採用した。当初は6社から入札参加の申請があったが一次審査途中であった2007年2月28日に、大林組、奥村組、鹿島建設、 清水建設、前田建設工業の5社が、名古屋市営地下鉄の談合で、刑事告発されたことを受け、翌3月13日に、この5社を、首都高速側が、指名停止処分とした。そのため、大林組、奥村組、JV、鹿島、前田建設工業、熊谷組、JV、清水建設、佐藤工業、JV の3社が、参加資格を失った。 建設中の様子首都高速3号渋谷線、渋谷出入口から、大橋 JCT 池尻出入口首都高速中央環状線、五反田出入口から、大橋 JCT 富ヶ谷出入口品川線区間が、開通するまでは当 JCT が、中央環状線下りの暫定的な終点となっており、必ず渋谷線へ流入しなくてはならない構造のため、 ループ手前の富ヶ谷出入り口付近で渋谷線の渋谷出入り口方面と池尻出入口方面別に1車線となる合流部分とループを越えた渋谷線の合流部がボトルネックとなって富ヶ谷出入り口付近から1の 2km 程度の渋滞が慢性的に発生していた。また、この渋滞交尾に 初対難で入り口方面から順調に進んできた車両が追突する事故も発生している。一方、渋谷線からの外回り線流入は中央環状線内での渋滞発生時を除き、ボトルネックは存在しない。当 JCT 開通以前に午後池袋線下りと中央環状線内回りが板橋ジャンクションを経て都心の谷町ジャンクションあるいは 渋谷線と東名高速道路方面へ向かうには、竹橋ジャンクションから都心環状線に入るしかなく、竹橋ジャンクションから飯田橋で入り口にかけての渋滞が多く、発生していたが、当 j c t 開通により、渋谷線方面の流れが分散されるようになり、竹橋ジャンクション周辺の渋滞が緩和されている。なお、 首都高会社は東 JGT 開通効果で、洋画で入り口三里ジャンクション、川口ジャンクション間の距離が短縮され、渋滞が3割減少と試算していた。カーブの連続する独特なループ構造によるためか、開通直前の2010年3月10日に、上り方向の渋谷線から中央環状線へ流入する下り坂ループ内で、乗用車がスリップした上で停止し、その弾みで、 後続車が次々と玉突き衝突を起こし負傷者が発生するという多重事故を想定した大規模な防災訓練が行われた。しかし開通後、主に上り外回り方向で渋谷線から中央環状線へ流入する際の下り坂ループ上でトレーラーなどの貨物自動車がカーブを曲がりきれずに横転する事故が数件発生するという想定訓練とは異なる。 形の事故が現実化する事態となった。このため、首都高速道路会社は注意喚起を同社サイト上に掲載し、同様のチラシを近隣のパーキングエリア等で配布している。大橋ジャンクションの安全運転インフォメーション。なお、内回りにおいても当 JGT にかけての渋滞時に追突する事故が多く発生している。どちらも前方中止と制限速度を厳守すれば、 自己発生のリスクを抑えることができる。大橋ジャンクションの換気ショーク場に設置されているビオトープ大橋里の森は第三者認証としてジャヘブ認証を受けている。ありがとうございます。